経験してるんじゃないかということで、仮面ライダーのかわいそうな一面を歌った歌がありまして、嘆きのライダー節という歌があります。聞いてください。今日はどうもありがとうございました。窓辺に朝日が昇るその前に、僕は誰よりも早く目覚める。黄色い電車は僕だけを乗せて、練馬の真ん中に僕を連れて行く。タクシーも使えずに歩む小道で、ぬくもり探してもコンビニすらない、当時練馬の大泉ですか、コンビニも今ほどはなくてですね、寒い朝になると本当にあの微妙な距離というのが遠く感じます。正門が開いていないんですよね。裏口まで遠回りをして、やっておりました。そうするとね、冬なんかってのは本当に寂しい気持ちになってくるんですよ。眠い中、ここから先はいよいよロケがスタートします。着替えを済ませて髪型も整え、見慣れた仲間とバスに乗り込む。片道2時間の関越道路、タバコ加えたけど禁煙車両、眠ることもできずにねじれる体、枕にしたコートシワシワになった。これがタックンのあのコートですよ。黒のピーコートですね。比較的シワになりにくい素材だったのが良かったですがね、みんなシワシワにして衣装部さんに怒られてます。怖いんだ衣装部さんが。水たまりも凍りつく採石場で、ナパーム仕掛けられてトランポリン飛ぶ。これが皆さん大好きな仮面ライダーの毎日なのです。